皆さんこんにちは、マリエチビへようこそ。本日の動画では前回の動画の続きになります。今現在韓国にいます。でなぜ韓国にいるかというと、実は今帰国中で、沖縄から韓国に行って、乗り継ぎということで今一泊してます。で今日はですね、実は中国に出発します。中国の北京でまた乗り継ぎして、私のふるさとモスクワへ向かいます。はい、ということで皆さんこちらの動画も最後まで楽しんでいただければと思います。じゃあそろそろ日飲み終わったら準備して空港行って中国へ行きたいと思います。はい、搭乗口ミッケー。ちなみに私こうやって動画回しながらずっと日本語喋ってるんですけど、中国行ったら、日本語喋ってたら大丈夫なのかっていうこともちょっと確証をしたいと思います。なんかいきなり天気めっちゃ悪くなって、もう見えなくなってしまいました。ここまで台風の影響が来たかな。うわー、大丈夫かな。ちょっとびっくりしたのは、ソウルから北京まで2時間しかないのに食事出ました。機内食で、私いつもビジタリアンミール頼んでるんで、こんな感じ。お水と、果物にザ野菜、美味しそう。着きました。ダブルオパジャル北京、ロシア語も書いてある。ようこそ今日北京ね、ようこそ北京。その日本語もあります。皆さん日本語もあります。じゃあまずこれにしよう。明日の朝またちょっとどこか入ってから帰りたいと思います。ということで、どうかな、これでやってるか。ちょっと入国のところでちょっとトラブってというか、なんかちょっと時間かかってしまって思ったより、私は一番真っ先に並んだはずなんだけど、ちょっと記入する種類間違ってしまった。これでまた書き直してって、めちゃめちゃ待ってたからもう疲れた。ちょっと綺麗なうちに、ルームツアーをしようと思います。入ったらこんな感じ。もう不動産のあのなんか不動産の主人公なんかこんな感じだな。ちょっとあのでかく見せるように撮られてるんですけれども、まあ私大丈夫です。あのちゃんと面積を分かってて予約しました。11平方メートルですね。アミュニティが揃ってるからありがたいね。でこちらはあの歯磨きセットみたいなのがあって、水とかお茶とか
ちょっと下アメニティが揃ってますね。で入ると、風呂場はこんな感じですね。でシャワーしかないらしいけど、まあ乗り継ぎの便だから、ただシャワー浴びてから寝たいだけなので、という目的のホテルですね。なんで喋ってるのずっと。でテレビはもちろん中国語で喋ってる。さっぱり何もわからないですね。そして大きなベッドがあって、こちらは、ではモーニングコール頼みました。でここは中国らしい写真ですね。これウロン茶。あ、今ちょっとウロン茶飲みたい。後で飲みに行こうかな。はい、ということで、ちょっと続き休んでから皆さんに教えたいと思います。まあ、私このホテル頼んでる理由はあれですね、空港にあるから。明日の便は結構早くて、例えば北京の街までは出て、また空港まで行くのはすごい面倒だったので、近くにホテルないかなと思って、この、まあ、一応2つ3つぐらいあるんですけど、まあ、それなりに値段はしちゃうんですけど、1万2000安くても、ここは1万2000一泊で、ムニアンというもうちょっとラクシルっていうか、もうちょっとレベルアップのホテルだったら、まあ1万、6千とか1万7千ぐらいしちゃいますね。このホテル乗り継ぎだけでこのホテル予約する価値あるのと思うかもしれないですけど、実はビザ出るのにかなり重要な条件になってます。ホテルを予約しなければビザは大体出ないらしいですね。でその話ちょっと休んでから皆さんにまたシェアしたいと思います。とか私すごい発見の多かったので、ぜひシェアさせていただきたいなと思います。先ほど買ったものを皆さんに紹介したいと思います。こちらはすごい美味しそうだったから買ってみました。ココナッツドリンク with バナナフレーバー、なんかこういうちょっとヘルシーそうな、飲み物と、クロワサンすっごい美味しそうなベーケリーさんがあったから、もう出てからすぐ買いました。クロワサンと結構デカめ、なんかヘルシーパンというふうに書いてあった、ヘルシーパン。あと、おお、これは嬉しいですね。気遣いのサービス。韓国だったらなんか言わないともらえなかったけど、ここはストローつけてくれてる。911円だでした。これ全部で911円。まあ空港としては全然高くないと思います。そうですね、何元かちょっと分かんないんですけど、あ、何元ここにあるね。あ、違う、これ韓国か。もう全アジアのリシショーは財布に集まってる。これあれかな、確定申告の時どうすればいいかな。皆さん分かる人教えてください。どうやって落とせばいいのかな、海外のリシート。はい、ということで、手続き終わってなんだかんだもう9時半なので、これからシャワー浴びてゆっくり休みたいと思います。そうですね、すごい疲れた。なんかただ何もやってないのに、なんかただ移動で疲れるだけなんだけど、よく考えたら私4日間で4カ国を訪ねることになった。まあまだ3カ国目なんですけど、日本、韓国、中国、ロシアという4カ国で、まあその印象、まだちょっと休んでからちょっといろんな面白い発見とかいろいろあったので、また動画でまとめようと思うんですけれども、今は中国の入国について、少し話をしたいと思います。これはですね、なんか日本人でもそうみたいですけど、一緒にまあ、何人か分からないんですけど、そうらしいですね。中国入るのに、まあ、ビザが必要ですね。で、まあ、事前に大使館、その目的によって大使館でもらえることもできるんですけど、トランジットビザといって、まあ、乗り継ぎのためのビザですね。やっぱりね、ちょっと体力的にきつくて、ホテルで泊まることにしました。でそれは大正解だったんですね、実は。なんでかというと、なんとそのホテルを予約しないとビザは出ないんですね。なんかビザは出ない人、もしくはもともとそのじゃトランジットゾーンで過ごそうという人たちは、結構なんかそれでトラブルになってたらしくて、で結局そういう人たち一人じゃなくて何人か
集まって、でなんか英語を喋れない人たちも結構いたから、なんかそういうロシア語を喋れる人、なんかそういう店員さんじゃなくて従業員さんがいるみたいで、その人が出て、じゃあなんかみんなで一緒に行きましょうみたいな、なんかどっかに連れて行ったみたいですね。でそれで多分まあ荷物は無事に置き取ったかと思うんですけど、私はちょっとそこまで面倒になってるとわからなかったんですけど、まあ迷ってたけど、最後の最後にこのホテル予約してマジ良かったなと思いました。まあ、私のチャンネルを前から見てくださってる方は知ってるかと思いますが、もともといろんな方とコラボして、その中中国の方とも何回かコラボしたんですけど、まあ、特にぽーちゃんとコラボした時、なんかちょっと批判したというか、なんかちょっとディスったというか、なんかそういうちょっと発言をして、そしたらコメント欄で、すごい心配された、大丈夫ですかみたいなこともこんなこと言って、で私は正直言ってそこまでは全然まあなんか気にしなかったんですね。なんか変な発言したから、この行っても大丈夫なのか、しかも塗りつぎじゃなくて入国して、ちゃんとそのね、国の領土に入るのは大丈夫なのかとか、もう一切考えなかった。なんとなくなんかホテルに入ってから、あ、そういえばそうだったねと思った、それだけだから、まあ、皆さんもこの話聞いてよかったかと思いますが、影響は別に一切なかった。なんか特別に別室に送られて、特別な話をされたわけでもないし、なんかビザをその24時間の超短期ビザ、24時間72時間144時間を、の短期ビザを発行するなんかデスクみたいなあって、受付みたいな。で私ちょっとミスったのは、本当飛行機から先端に出てからすぐもらえるかと思ったけど、結局なんか記入する種類間違ってしまって、そのビザ用じゃなくて、私着いた時まだその用紙を配る人はいなくて、でこれだと思って、普通のなんか外国人入国カードみたいな記入して、で普通に入管のところ行って、でそこは違いますよ、あそこをまずビザもらってきてください、出るんだったらって言われてから、マジかと思って、そしてあそこ着いたらまためっちゃ人が並んでて、私その列の一番最後になっちゃったんですけど、まあだいたい30分ぐらいかな、並んでから、パスポートちょっと見てもらって、従業員さんは結構親切な方だったんですね。そんなになんか怖い雰囲気はなくて、パスポットをなんかこうじーっと何回か見てから、じゃあ今どこから来ましたねみたいな、あ、今韓国のソウルから来ました、そっかそっかみたいな、明日乗り継ぎですかとか、乗り継ぎです、まあトランジットって書いてあるけど、明日どこ行きますか、明日モスクワ行きます、そっかそっかみたいな、でそのパスポットを見ながらなんか、ジャパン、私のパスポートは結構その、まあ、いろんなスタンプあるんですけど、日本のスタンプはやっぱり一番多いですね。日本に入国出国入国出国というなんかスタンプってなってるから、まあそれで別に在留カード見なくても、あ、じゃあこの人は日本と特別な関係あるんだよねってなんかわかる。でそれ見て、で何も聞いてないけど、私は念のため自分からホテルも予約してますからね、見せますかとか、その、ね、予約のよし見せますかと言ったけど、大丈夫大丈夫みたいな、どうして、はい、でなんか貼って、はい、じゃあカメラで写真撮ってもらって、でこれでビザ出ました。だからそのでビザもらおうって続き、この順番が来てから本当に多分10分以内で終わった。すごい早かったですね。そしたら問題なくなんか出国じゃなくて入国ですね、逆に入国もすごいスムーズで、で私びっくりしたんですけど、まあめっちゃ当たり前のことなんだけど、みんな英語は結構上手なんだよね。なんかそのね、もちろん人によると思うんですけど、逆にお店の人はそこまでっていう感覚はあったんですし、あと空港のなんか警備員さんみたいな人、客と話さない人
でその人になんかホテルの方向をちょっと聞いてみたんですけど、あホテルの方向じゃなくてヤシのカートと一緒に入っても大丈夫なんかみたいな英語で聞いたんですけど、でなんか中国語でなんか言ってくれて、あららなって私わかんない I am sorry and understand って言ってから、その人はなるほどってなんか微笑んで、まあいや大丈夫うん言ってみたいな、なんかこういうねジェスチャーで言ってくれて、うん、でも なんというのかなそんなになんかネガティブなイメージは一切ないですね今のとこ。あでホテルは、まあ、その空港内にあるからなんかめちゃくちゃありがたいなと思ってます。ということで明日また新しい旅が始まるし、新しい一日始まる、新しい旅が始まる。あでまた私の母国の入国制限今実際にありますよ。私なんかそのニュースとかいろんなブロガー、ロシアに最近行ったことあるあの旅ブロガー、トラベルブロガー、日本人の方はいるんですけど、あその方も言ってたんですけど、なんかあの 別室別の部屋にあの連れて行かれて、でいろんな質問あのめっちゃ聞かれまくったらしいですけど、ちょっと実際にまたあの入国して、それちょっとあの確信してから皆さんにまたそれを発信していきたいと思います。ということで明日は私の、目的地の、目的地へ、向かいます。北京からモスクワまで8時間半乗って8時間半かけてから、帰ります。次の動画になるかと思うんですけど、また楽しみにしてください。で皆さんのコメント、お待ちしています。では私もちょっとあまりベルは回らないんですけど、もうそろそろ、休みます。実際はそんなにないんですけど1時間だけ違うね、北京は日本より早い、そうどんどん早くなるから日本より1時間だけ早い、あまりないけど、なんかそういう実はあまりないけど、やっぱりなんか疲れは溜まってるね、そのくだらない疲れ、みなさんわかりますか、何もやってないのになんで疲れてるのやらんなって思うようなあの疲れ、まあわかるけどね、その移動だけでめっちゃ疲れる、みなさん最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バカバカ。